はい。えっ、ー、と、今日はですね、あのー、私が小学生の時に、まあ、体験した、まあ、ちょっと、まあ、不思議な話というか、まあ、怖い話ですね。それをちょっと、させていただこうと思います。あのー、私、 小学生の頃はですね、あの、よくこう自転車で走り回るのが好きでしてね。で、まあ、とにかくこう休みの日は、まあ、自転車でいろんなところに行きました。ええー。で、これはとある夏休みの時の話なんですけど、 家の近くにですね、あのある神社がありましてね、で、近い神社だけに、普段あまりこう中へ入るっていうことはしないんですけど、ある日ですね、あの、 まあ、よく自転車で一緒に走る友達と、まあ、私とで2人でですねちょっとそこの神社中へ行ってみないかという話になりましてねで行ったわけですよあのー、表はね その神社の前はもう本当に毎日のように通るんですけどなかなかその中へ入っていくっていうことはねほとんどしてなかったですねでちょっとこう探検気分でですねその神社の中へまあ入っていったんですよ天気のいい本当に 夏って感じのね、日でした。で、中に入るとですね、まあこう、木が覆い茂ってるので、ちょっとこう、ひんやりとしてるんですね。で、あと、その神社の、その、周りは、まあバス通りでもありますので、 結構こう、まあ、自,自動車の,あの行き来はね多いのでこう、まあ、騒,騒がしいというかですねまあ本当にこう、まあ、車の音がこう常にあるっていう感じなんですけどその神社の中に入るとシーンとこう静まり返ってるんですよ。 で特に他のね、こう、参拝しに来る人たちもその時はおらず、ただ、シーンと静まり返ってるんですね。で、セミの鳴き声がね、こう、まあ、ジージーと、そう、まあ、程よくこう、 セミが鳴いてるんですけどもまあセミの音以外はほとんど何,何もこう物音がないというねまあある種ちょっとこうまあ夏特有のこの不気味さっていうのがありましたで結構この境内っていうのはあのまあ広くてですねで 最初その出入り口入り口のところからこう石段があってでこうまあ山の側面に立ってるもんですからあの階段で上っていくんですね。で上っていくとまあちょっとまた開けたところがあってでさらにその先にも石段があって。 でそ,れをそこを登っていくと社があるんですね。でまあ2人でこう登っていったんですけどあるねこうその広場の境内の中にですね本んにこうなんでそこ,んこ,こにこんなものがあるんだっていうふうであの木の まあまあ大きいね木の箱が置いてあったんですよ。まあ、木箱という表現の方がいいんですかね。あのー、本当に人大人二人がこう入れてしまうような木の箱がね、あのー、置いてあったんですね。でそこを開けるとですね、中にあのー 日本人形がですね確か2体うん2体だったと思いますが置いてあったんですよなんだこれって言ってね気味悪いなって,言ってでまああのその木箱をね本当に中をちらっとこう あの覗き見ただけででもうその後ね、まね、あ、私たちは、まあ、その先へ進んでいったんですよ。でそうしたらですねあのまあ社の前まで行ったんですけどまあこんな風になってるのかなと。 こんんなふうなうだっていうふうでですねまあまあまあそれ以上どうこうっていうこともなかったんですけどああこの神社はこんなあの中はこんなふうになってるのかとこういうお社があってでまあそこれぐらいのまあ境内の敷地面積があってみたいな感じでねうんうんみたいな感じででまあ帰ろうかというふうで まあ引き上げようとした時にですねチラッとこう人影が見えたんですねであの、まあ、木がこう周りを茂ってるんですけどその木の影からですね一人のこう女性が木の影から半分顔を出して見てるんですよ。えっ 誰って感じででその友人もそれ見てるんですねうんってそんなに、まあ、あの近くはないどちらかというと遠いんですけど遠くなんですよえっっびっくりしてでその人 動かないんですよずーっとこっち見てるんですよ。で「おいちょっとなんか君やりやべえもう帰ろうぜ」って言ってもうあのー、う足早にね、あのー、石段を降りてでまあ神社からねあのー、まあこう逃げ,逃げるようにというか本当に足早にこう神社 から出てきたんです、ね、まあまあそんだけの話なんですけどそのそれが幽霊なのかね、まあ、本当に人だったのかまあわかんないんですけどとにかくそのあのシーンとしたねまあ唯一音とすればあのセミの鳴く声ぐらいがしてるその神社の境内の 中でそのかげ木,か木陰からね木の,あのところから半分顔を出して立ってるというそのいでたちがとても不気味でしてねまあまあ一言で言えば怖かったですよ。ええー。まあそれがあの お化けだったのか本当の人だったのかは分かりませんがねまあそんなちょっとした夏の怖いまあ不気味な体験をしました。はい